回挑戦するのは1番くじジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズ。今回は人気シリーズの第3部、フィギュアも超豪華、ジョー太郎ご一行をマスターライズ合計6章で完全再現。一本景品多めではあるが、 A 賞 F 賞は愛ある2本、その他4本景品の G 賞 H 賞にはダービー兄弟、J 賞 K 賞にはオインゴボインゴ兄弟の景品というのも心にくい。とにかくなるべくいろんな賞をゲットしたい今回、最強の引きスタンドザ・ワールドを炸裂させろ。俺は恐怖を克服することがくじを引くことだと思う。よろしくお願いします。みなさんこんにちは、あおくる TV のあおいです。かわおのーイエーイ。さあ、あおいさん、今回は何回挑戦したのでしょうか。5回挑戦しました。それでは早速引いてるやつをご覧ください。始まりましたジョジョの奇妙な冒険。今回はね、私も大好き第3部のくじでございますよ。はい、 A 賞から F 賞までフィギュアねありますんでね、うん、ぜひね1本ゲットできると嬉しいかななんて思っておりますよ。はい、ただねその下 G 賞以下にもね数のね少ない、希少な景品ございますんでね、こちらもね一つでもゲットできると動画映えするかなっていう形ですね。はい、全ての賞がね楽しみなので、まあやはりいつもの通りですけど賞のねかぶりがなくゲットできるといいかななんて思ってますね。はい、葵さんのね引きスタンドザ・ワールドに期待したいと思います。はい、来ましたね、こちら、私の中では認定上位賞になります、G 賞トランプ来ましたよ。はい、ね、開封楽しみですね。どんな中身なんだろうね。L 賞ビジュアルシート3つゲットしました。 K 賞ラバーコレクション1つゲットしました。 G 賞オリジナルトランプ1つゲットしました。はい、それではねまずビジュアルシートの方からね見ていきましょうね。うん、 L 賞とねかなり下の賞最下位賞には当たるんですけれども、その中でもビジュアルシートっていうのはいいんじゃないですかね。うん、こちらね作中に出てきましたタロットカード、そのタロットカードのね、絵がモチーフになっておりますよ。はい、全22種類、になっておりまして、こちらね L 賞自体が24本なので、かぶりはね、スタープラチナとあとなんだろうなもう一つのみですね。あとは全部1枚景品になっておりますんで、欲しい人はねこれ、非常に本数少ない景品ということにもなってますよね。うん、我が家はね、ジョジョご一行様にしましたよ。先ほども言いましたスタープラチナね、
2本ありましたけどね、やっぱりこれが一番いいんじゃないかということでスタープラチナ、それとフールですね、フール、あとねチャリオットですね。まあそれぞれね私の好きなキャラのタロットにしてみました。はい、チャリオットの、ね、絵がねなかなかいいかな。うん、かっこいいね、かっこいい味があるね。フールはね、うん、まあ絵はあれなんだけど、やっぱりねイギーがね好きなんでフールにしましたよ。はい、ママもねフールがね好きだったんでフールなんですけど、絵柄はねそうでもないかな、本当にちょっと、あれな感じな絵なんですけどね、でもねかなりこの絵のね大きさというかな、それもあるし、細かさっていうのかな、結構ね、こだわりの絵柄なんじゃないかなと思っておりますよ。はい、なかなかいい景品ですね。続きましては、継承のラバーコレクションになりますね。大きいですよね。歴代のねラバー系の景品の中でもかなり大きい部類になるんじゃないでしょうか。はい、まあボールチェーンもねついてるんで、持ち歩くことも可能ですけれどもね、本当にコースターとしても使えそうなぐらい、ちゃんとね、平たい部分もありますし、いいんじゃないですかね。こちらね、オインゴとボインゴ兄弟大冒険っていうのがねモチーフになってるんですよ。はい、ね、スタンドの中に出てくる絵がデザインされてる感じですかね。計8種類で16本なので全部ね2本ずつあったのかなと思うんですけどね。まあ迷ったんですけど、ここはね主人公ジョー太郎にしてみましたよ。はい、他にもねイギーだとかね、私もやっぱり好きなキャラクターのがあったんですけどね、これもね絵のタッチがあの普段のジョジョと違ってねまた面白いですよね。いいんじゃないですか、これもね気に入ってますよ。はい、そして最後になります、こちら G 賞のトランプですね。まあ、こちらもねお目当ての景品の一つでね4本というね、まあ、少ない景品だったのでゲットできて非常に嬉しかったですけどもね。はい、まずねこれ箱がね、シンプルで、いいデザインかなと思います。ただねこれね結構キツキツになってたのでね、開けるときにね箱破かないか心配してしまいましたね。もうちょっとねハードなケースを要求しますよ。そして中身なんですけども、こちら全絵柄が違う、ね、はい、素晴らしいですね。ジョー太郎の絵柄がずっと続いてまして、そうですね、やっぱあのストーリーにねあの合わせてどんどん進んでいくのかな、これはね。せっかくなんでね、皆さんにもね全部見てもらおうと思いますけれどもね。はい、そう、このねトランプの中に一部擬音っていうんですかね、擬音ってわかります、青石さん。このバーンとかね、そういうのですよ。はい、これも多く含まれてまして、やっぱりねジョジョというと独特なセリフ回しだったりだとか、今みたいなそのバーンとかねズキューンとかねゴゴゴーとかいうね擬音、これがね代表的なんじゃないかなと思いますね。インパクトのあるものが多い。そのね前に書かれていた打ち切り漫画、打ち切り漫画かわいそうだなあの馬王なんかのね、バルバルとかね、そういうちょっとね初期作品からね荒木先生はインパクトのあるね音をね結構表現する先生だったんですけれども、結構ね私がジャンプをピークで読んでいたのが80年代なので、そうだな40年ぐらい前なのかなあ、もうちょっとあれか30年ぐらい前か、そこら辺のねジャンプ作品結構ね擬音がね特徴的な漫画多かったんですよ。まあねその年代のお父様方なんかねご存知かとは思うんですけれども、そうだな、同時期連載しているもので言うと北斗の拳、ご存知ですかね。北斗の拳でタイトルはね葵ちゃんもねご存知ですもんね。それの敵のね破裂音ね、ヒデブとかねアベシっていうね言葉なんか結構流行りましたよ。敵がね最後の断末魔の声がねヒデブとかねアベシって言うんですけど、ヒデブなんかは本当に五色らしいんですよね、噂としてはね。本当はヒデって書いたのがヒデブになっていたとかね、そんな話をね聞いたりしますよ。
意外なねところで言うと、あとは筋肉マン、これもね結構ね擬音がね楽しいね作品なんですよ、うん、へえ。そうだな、例えばね便器マンっていう超人がいるんですけど、うん、これね体全体がね便器なんですよ、しかもね和式便器なんですよ、それであのプロレスをやるんですけどね筋肉マンってね、うん、その便器マンの必殺技が恐怖の便器流しっていうね技なんですけど、うん、あの敵のね超人を丸めましてね、うん、その便器の中に放り込んで水に流すんですよ、すごいむちゃくちゃな技なんですけど、うん、その便器のレバーを入れた時の音がふんじゃーって言うんですよこれがふんじゃーって思いながらね笑ってみた記憶がありますね。あとはねジャイアントスイングね、ジャイアントスイングって技わかるかな、相手のね足をね掴んでこうぐる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 回す技なんですけど、おまあ音的にね一般なは私みたいな一般人が考えるような音っていうとシュン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 とかね、ヒュンヒュンヒュンとかね、こうちょっとね遠心力のあるような音っていうね感じなんですけど、うん、ゆで卵先生は違うんですよ、ミス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 っていう、でもそれがねまた なんとも言えずねジャイアントスイング感を出してるっていうね、やっぱそこがさすが違うな、凡人とは違うなっていうね、うん、発想ですよね、素晴らしいです、うん、それでねトラップの話にね少し戻りますけれども、このね絵もいいですけど裏のねこのジョジョのねタイトルが入ってるのもいいですね、うん、あとね、なくなっても大丈夫なように白紙のものが2枚入ってますし、はい、そしてやはりジョーカーはディオですね、恐ろしいね、うん、でもかっこいい、ね、かなりでも満足度の高いねこの絵柄いいっすよね、物語ねストーリー始まってね最後の、ハートのキングね、これでエンディングを迎えるわけですけれども、うんうん、かなり見応えのあるトランプなんじゃないでしょうか、はい、ということでかなり満足満足の G 賞オリジナルトランプの紹介でした、紹介でした。今回は一番くじジョジョの奇妙な冒険結果報告開封編をお送りしました。それでは青さん、今回のくじの感想をお願いいたします。はい、フィギュアは取れなかったんですけれども、 G 賞のトランプ絵柄がすごく面白かったので良かったと思います。次回も期待していますよ、頑張るぞ。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回はみんなのくじハイキューを公開する予定です。それでは次回もくじ動画でお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう、チャンネル登録高評価グッドボタン押してね。